バディファイトの頃から付き合いのある三本さんがディアボロモンデッキを紹介したいということで、はい、どうも久しぶり、うん、もうディアボロモンバンバン出してね、うん、それで終わり、後ろに下げてね、なるべくね、後ろで温めておいてね、そうそうそう、でなるべくね、この真田新をね、早くね、持っていきたいと。シナーオプション、あ、オプション、これか、アルティメットプレイヤーね、これも今、もう、どのデッキにもね、今刺さりますから、これおすすめです、3枚入れてます。このディアボロモンはですね、これセキュリティ持ちのですね、これが着地なの、最終的に。これとこれとこれですね。なるほど。こっち4枚入ってます。これ3枚。あ、しかもこれは大絶賛発売中の。そうです。クラシックコレクション。クラシックコレクション。クラシックコレクションカードが。すごいですね。今ね、川崎のですね、バトロコでですね、箱ごとですね、うん、もう、なんだ、もう安売りされてますよ。あ、言っちゃった。いや、お買い得と言いましょう。お買い得です。お買い得だな。うん。じゃあ、俺そこで買って eBay に流すよ。流しましょう、海外はね、勝てるかもしれない。でもね、ディアボロモンはね、本当はね、こっちの方が強いよ、プロモのね、ディアボロモン、これね、わかりますか、これこれね、はい、トークン出すんでしょ。トークン出すの、うん、こいつまず進化時にトークン出すでしょ、うん、こいつセキュリティでめくれたらトークン出すでしょ。で、トークンの戦闘力はどんなもんなんだっけ。3000です。あ、ちっちゃいね、うん、ちっちゃいけど打点になるし、そうそうそう、いっぱい湧くのはいいことだ。そう、はい、でね、こいつがいるとね、ディアボロモンはね、全部ブロッカー持つと。なるほど、アタッカーにもなるし、ブロッカーにもなる。そうそう、だから一番いいのはこいつ出して、うん、で、ここね、こいつここにね、しかもアタッカーにもブロッカーにもなる能力を持ってるのはこのクラシックコレクションのディアボロモン。その通りです、クラシックコレクションのディアボロモンだけです。なるほど、他のディアボロモンにはね、そんな効果ないです。さすがクラシックコレクション。クラシックコレクション。こいつでどんどんね、守ってですね、うん、その隙に後ろでまたディアボロモンを育ててですね、うん、ほんで、アタッカーのディアボロモンをペッて出して、それでバーンと殴ればですね。こっちはやっぱアタック寄りなんですかね、じゃあ。こっちがブロッカーになる能力。アタック、こっちはアタック寄り、で、これが進化時で。うん、あ、進化時枠。こいつはアタック時枠みたいな。アタック時じゃないですね。こいつはもう、うん、本当にもうアタッカーで、ディアボロモン1枚ごとにセキュリティアタックプラス。あ、なるほど。じゃあ、トークンもディアボロモンとして数えるから、うん、で、あとおそらくこいつ自身もディアボロモンって書いてあるんで、これ自分のディアボロモンって書いてあるから、だからそもそも2枚割り、もともと2枚割りで、で、トークンが空いてたらまあ5枚割りとか、さらにプラス、プラスできてる、うん、なるほど。ここにつなげるためのいろいろあると。その通りです。で、これがなんか専用テーマなんでね、まあ、そうですね、これがね、自分の段階指示に、自分のトラッシュにね、種族不明があると、プラス1。種族不明なんだな、そう、全員種族不明なんで。なるほど。種族不明デッキで着地ディアボロなんで。適当にケアラモンで、まあ、アタックして、うん、で、こいつがトラッシュ行って、こいつの効果で、もう、メモリプラス1になるんですよ。なるほど、うん。でね、こいつの効果はもう一個あって、まあ、自分のターン時か。自分のターン時に、ディアボロモンに進化したら、トークンが1体出てくる。あ、じゃあ完全専用なんだね。完全専用。ディアボロモンって書いてあるんだもんね、テキスト内。なるほど、なるほど。で、あとはね、まあ、幼年期全部ここに寄せました。メモンは何、どんなことでしたっけ。この子はですね、自分のデジモンと同じ名前の他の自分のデジモンがいる間、このデジモンの DP をプラス2000する。プラス2000ね。はい。つまり、いるもんな。トークン湧くと2体以上いる状況ができるから。その通り。そうするとプラス2000されます。なるほど。まあ、そう。じゃ、この辺もそういう似たような効果があるね。お互いのターン、このデジモンと同じ、はい、名前の他の自分のデジモン全てプラス2000する。なるほど。このインフェルモンがですね、なかなか強いですね。そうですね。これもまたクラシックコレクションのインフェルモン。なんですよ。そうなんです。クラシックコレクションなんですよ。なるほど。ねえ、みんな買ってね。なるほどね、だって同じ名称はっていう言い張るのが、うん、トークン枠から同じ名称出るから、そうそうそう、これもだって消滅時にね、進化元効果ですけどね、トークンが湧きます、うん、で、これはね、すごいですよ、これはディアボロンを進化するときコストマイナス1です。じゃあ実際に対戦の様子を見てみましょう、うん、見てみて、はい、バイバイ。じゃあ、いきますか、うん、最初はグーじゃんけんぽい、先行らしいと、ここ1,2,3,4,5 さて、では4つデジタマ開けてんですけど、
え、いや、まあ、これでしょ、最初は。3、メモリー3、はい、ハットも上から5枚開けますね。はい、1、2、ちょっと待って、3、4、5、なんもないね、なんもないですけど。やった。はい、じゃあ、なんもないので、このまま、どうしようかな、順番。じゃあ、そういう時はね、ちょっとこんな感じで、はい。じゃあ、これで終了です、どうぞ。はい、ドロー育成。はい、来た。よっしゃー、ワンドロー。割とまずいぞ、これ。じゃあ、行くぜ。これもう素早くやってるから。はい、ケラモン。どうぞ。5枚目くるよ。1、はい、2、3、4、5、弱。弱いな。似てるかな。はい。うん。普通に、振り去りにしよう。振り去りにする。はい。終了。了解です。はい。そっか、そっちか。どっちがいいかって。じゃあまあでも、こっちかな。うん、エコストン、はい、グレイモン、はい、プロ。しょうがないな、そしたら。はい、スイーバーハックも、3コスト。アンドロー。終了どうぞ。え？ちょっと、全然 GS モンっぽくないんですけど、さっきから。いいじゃん。いける。アンドロー。クリサイ、はい、終了どう。そして2にされるっていうね。いやー、これそしたらまだね、ちょっとさすがにね、うん、このままこれをプレイしてもしょうがないから、先にちょっとこっちにしましょう。1、2、3、4、5。ちょっとね、まあいいかな、よりは、うん、じゃあこれで、ね、下に入れますよと。で、メモリー超えちゃったんでターンシールです、どうぞ。くせい、はい、出しとこうかな。出してきた。インフェルもしちゃおう。どうしちゃったんだろう。はい、終了。ドロー。ああ、まあ、はい。はい、ピースも1コスト。で、ドロー。で、インフェルモの効果でプラス1。はい、終了どうぞ。ドロー。くせい。遅いよ。もうちょっと早く来てほしかったのに。まずいな。でもね、幸いね、向こうにまだほらね、うわ、弱い。真田さんがね、出てないんですよ。ね。真田さんがいないから、トークン出ない。まだまだね。そう。真田さんがいないと。あんだけめくって今、真田さんがいないので、あれ、絶対セキュリティに埋まってんじゃないの。大量コスト上げちゃおう。いやー、なるほどね。なるほど。1、2、3、4。それね、一番やってほしくなかったですね。やった。やってほしくないことをされる。うん。やったね。なるほどね。まあ、しゃあないですね。と、さて、そうなると、とりあえず、進化、ドロー。あー、いやー、でもね、うん、コスト、ワンドロー。3コスト、ワンドロー。やったね。シスタモンノワール。1、2、3、4やって2。終了どうぞ。ヤブロ。うん。ヤブロモン。したか。ただ、今何言わないですよね。終了。それだけ。なんもない。それだけ。お互いなんか、シャキッとしませんね。そうですな。じゃあ、でも1コス返しされてるんですよね。嫌だな。なんで1コスで返してくんだろう。じゃあ、まあ、とりあえず、育てましょう。手元で。はい、1、2、3。はい。ワンドロー。はい。終了、どうぞ。ドロー。これ出して。出しておいて、こいつでまずアタックしようか。アタックしてきた。はい。なるほどね。チェック。6000。はい。で、うん、うん。真田新太出して、うん。終了。終了か。なるほどね。となると、あのインフェルモをこのターン倒しておいた方がいいって書いてある。ドロー。じゃあ、前へ。はい。いやー、本当は2返しぐらいしてほしかったんだけど、しょうがないですね。だから行くか。シスタモンノワールアタック。はい、いろいろ出ます。ああ。はい。やられないんだ。やられないのか。やられてほしかったんですけど。うん、しょうがない。じゃあ、いいや。ジュースアタック。アタック G。はい、手札から、シスタモンブランを登場させます。はい、ブランの効果でワンドロー。
さらに、ハックモの効果は5000以下破壊する人にいないので意味ない、うん、アグモンはプレイヤーにアタックしているときプラス2000、うん、貫通を得たのでプラス2000で、デジモンを出したのでプラス3000、うん、セイバーハックモの効果で起き上がる、うん、はい、よってパワーが2000、3000、2000、2000ですね、はい、開けます、はい、どうぞ、まあ、パワーは大丈夫、勝ってるなんですけど、さて今この後やるかどうか、これでね、アルティメットフレアっていうのは一番泣きたくなる現象なんですけど、今大丈夫よ。でも今はちょっとね、殴り返しも怖いので欲張らずに、ここでアトミックブラスターって言って、1,2,3,4,5 で破壊します、はい、終了、どうぞ。じゃあ新たく効果、はい、どうぞ。ドロー、育成、はい、デン、ゆぜ、つめも、あ、キラモン、はい、アンドロン、お、クリスタリーだな、クリスタリーも OK、はい、けどインフェルモンだな、はい、けどアルティメットフレア、うん、やっぱり持ってたかだよね、ですよね。よっしゃ、はい、3、登場コスト3以下全部だ、2発目か、終了。なくだ、だから嫌だったんだよな。エグロ、さて、まあここからどうね切り返していくかなんですけど、ね、コストはかなり潤沢、キルモン、エドロー、バオハック、ワンドロー、今 GS とかになったところで攻撃不能なので、だったらかなり対1、はい、4でセイバーハック、はい、一返し、ドローをターン終了。2になるぜ。ドロー。クセ。はい。帰ってきてくれると思われる。ディアブロマン進化。ディアブロマンが進化。そして1、はい、1コスト前。コスト前。うん、ドロー。そうですね。はい、そして、進化時効果、サンダー新た。はい。ひねって、適当なトークン。適当なトークン一旦出す。トークン出すぜ。はい、そして、はい、ディアボロモの効果、進化時効果、もう1体出す、もう1体出します、はい、さあぜ、さあ速攻持ってるぜ。ただ4枚射抜くのは限界なはずだから、多分大丈夫だと思われる。先こっちで殴ろう、そっち、あ、でもそっちで殴っちゃうとそこが選んなくなるから、こっちで殴るか、うん、タック、はい、よいしょ、はい、2000、はい、アタック、はい、よいしょ、お、鉄拳成敗やってますよ。鉄拳成敗の効果により、いやでもね、バニアレか、これ何ですかセキュリティは。でも助かった、自分の手札かトラッシュからシスタムを支払わずに登場できる、うん、その後この、うわすげえ、いやただね、これシスタボンノアールがね、はい、いればね強制ターンだったんですけど、うん、ないんすよね今ね、よりによって。あ、そっか、メモリープラス1、いやなんでノア、だからさっきやるって欲しかったんだけどしょうがない。トラッシュからシスタムブランを出してこのカードを手札に加えてワンドロー、はい、さて、いや、攻撃来たはい、トイ、あ、7000、やられた、はい、効果やられたら起き上がる、はい、なるほどね、あ、そっか、これで勝ったんじゃないですか、そしたら勝ちましたね、アタック、これは11000、ダメだ、よっしゃ、アタック、お、通ってしまった、やったね、お、勝ちましたよ。勝ったぜ。はい、どうだったでしょうか、この対戦は。はい、ちょっとね、いろいろ物申したいところはあるかもしれませんけど。やったね。いや、もうほら、でもそれはね、ほら、まあ、相手のね、手札がどうなってるとかっていうのも、またね、デジモンカードゲームですから、いいんですよ。で、どんな形であれ、ね、ちゃんと勝ちを抑えましたから。なんか言い訳っぽくなってるぞ。俺、手札ちょいちょいあれ、公開してましたからね、今、はい、うん、カメラに。マナさん、事故った、マナさんが悪い。そうですね。いや、だからさ、事故ったのが悪いです。で、事故るように組んだのが悪いです。そうだよ、こんなデッキ。事故るように組んだデッキがダメだ。そうです。こんなデッキに負けちゃいけません。こんなデッキに負けちゃいけませんよ。まあ、というね、ちょっと自己反省のところがたくさんあるんですが、うん、じゃあ、このデッキがね、どう強かったのか、またね、ちょっと見せらなくて、どういう風なのが強いのかっていうのをね、ちょっと、じゃあ少し補足していきますか。はい、教えてください。はい、まず、ケラモンなんですけども、うん、ね、レベル3ですね。うん、
はい、爪もんから進化する、はい、皆さんね、これね、そもそもディアボロモンってどこで出てきたデジモンか、三本さんご存知ですか？ディアボロモンがどこから、はい、そう、そのアニメ上ではどういう立ち位置とデジモンだったかっていう。アニメ上も悪役ですよ。悪役ですね。そう、映画で出てきましたよね。映画で出てきた。そう、え、映画でね、散々ね、こうね、アグモンやガブモンとかね、うん、こうね、苦しめで、うん、オメガモンとね、うん、そう、共に一回敗れて、うん、でもその後また復活してきてね、うんうん、復活したね。で最後はインペリアルドラゴンにやられてしまったわけなんですけども、うん、でもね、そう、オメガモンを一回ね、こう倒して追い詰めるまでね、うん、押してったというね、すごい強敵でした。そうだよ、このアーマゲモンなんかはね、ちゃんとね、あれだよ、オメガモン倒してるからね。そうですね、オメガモンを倒したそのアーマゲモンも、うん、実はね、トモデキが聞いてない自由なフィニッシュ要因ですね。フィニッシャーですから。はい、じゃあトモデキがどう動くかなんですが、うん、さっきね、ちょっと対戦中あまりトークン出なかったんですけど、でこのデッキね、トークンが出れば出るほどその効果を、ね、チョークさせてあって効果を発動することができるのが強みですね、うん、はい、でまずケラモン端からいきましょうか。このレベル3のこのケラモンは、うん、ね、まず進化装置、ね、進化元効果で、このデジモンと同じデジモンの名前がのデジモンが登場すると、うんうん、その度にカード1枚ドローするというわけなんですね。まあ、最終的な着地がみんなディアボロモンになりますの で、うん、トークンも必ずディアボロモンがね、このね、サナダアラタの効果で湧いてきますので、ね、うんうんうん、で、このね、サナダアラタが、ね、自分の場にディアボロモンが進化した時に、でこのカードを、ね、レッサすることによって、ディアボロモントークンの場に、ね、登場することができると。で、ディアボロモントークンってね、カードにするとこんな感じに。あ、これですよ。はい、これ、公式のホームページでね、手に入りますから、ね、印刷すれば。はい、ダウンロードして印刷してくださいっていうカードになりますけどね。印刷してちょうだい。はい、そうで、テキスト的にはね、コスト14、パワー3000、レベル6、白のデジモンです。白、はい、そしてこの、ね、カードはディアボロモンの、ね、トークンとして使うんですけども、もちろん名前はディアボロモンです、出た人はね。で、基本ね、このカードから進化するとかいうことはできません。トークンの立ち位置はそういう役割。はいはい、で、あくまでね、うん、ディアボロモンと名のつくカードが登場してくるよっていうことになりますね。はい、で、ですので、最終的な着地点であるディアボロモンと同盟カードが場にすごいたくさん増えますので、うん、ね、それに応じて効果が出ていきます。ちなみにね、なんでディアボロモンがこんなたくさんトークンを生み出すようなデッキ構成になってるかっていうのはご存知ですか？これはやっぱりね、はい、映画でね、もうたくさんディアボロモンがわーっと湧きましたもんね。そうです、そうです。ディアボロモンはね、なんといっても、ね、自分をね、分裂させて増えていくっていうね、その能力をね、駆使して戦っていましたのでね、その辺がね、かなりこう原作再現されている能力になっているわけなんですけども、うん、ね、だから多ければ多いほどいろいろ力を発揮していくと。その通り。ね、はい、で、最初のディアボロモンのね、なるほどのキラボンの下は、はい、自分の場にディアボロモンが出るたびにカード1枚取ろう、はい。足りないコンボパーツとかをどんどん連れてくることができます。はい、よってね、初動の動きで、多い方がいいでしょう、はい、で次の、ね、ケラモンが、はい、自分のデジモンと同じ名称の、ね、他のデジモンが、ね、と存在するとき1体につき、パワーを、ね、上げることができます、確かプラス1000でしたね、はい、確かね。だから自分の場にディアボロモントークンがいればいるほど、ね、その1体につきプラス1000を与えるということになります。ディアボロモンってですね、今までパワーが結構低いんですよね、うん、1万1000と低いね、はい、でこのままアタックするとね、うっかりこう相手のレベルのセキュリティデジモンを踏んづけると、ね、一撃でやられたりとかしてたんで、はい、であれがね、ケラモンの下にあると、ケラモンが、ね、あの下にあるとディアボロモンのパワーがね、うん、まあ、1万5000超えとかしてくれるんで全然、はい、ね、やられにくくなりますよと。でもう一つ横にあるケラモンがあれが登場時にデッキで5枚めくって、ね、サナダアラタか種族不明カード1枚を手札に加えると、はい、まあ、種族不明なんで、ね、そのケラモンからディアボロモンに至るまで全てのカードが手札に加わると、うん、ね、何でも足りないやつは持ってきてくださいねってやつですね、うん、はい、で最後にケラモン1体だけ言いますけど、あれはまあ防御ですかね、どちらかというとね、うん、まあ、あとはこう12枚しか何分ケラモンが、ね、ないもんで、レベル3がね、ちょっと事故が怖いんで少し補足してプラスしたって感じですか、ミモさん。あれは例えば、まあ、このケラモンが1体だけ入ってるのは、そうですね、なかなかケラモン引けなかったんでね、12でね、うん、だから1枚ちょっと、はい、自己回避ためのに1枚増やしてみた感じですよね。そうですね、はい、で次のレベル4クリサリモンなんですが、はい、最初はねクリサリモンその黒っぽいやつですけども、それがね、どちらかというとそれは相当重要なパーツになりますね、でもこれもね12枚入れてたんだけどね、うん、ちょっとねここはねちょっと、うん、2枚抜きました、まあ、そうっすね、うん、はい、でここの2枚、ここの2種類、うん、こっちのね、
クリサリモン、はい、じゃあまず黒い方からいきましょうか、はい、そのね、クリサリモンの効果は自分のターン中ね、うん、この進化元効果でこのデジモンと同じデジモンが、ね、うん、他に登場した時にメモリクラス1、はい、でこれ単位ついてないんですよ。ついてない。だからトークンを出した数だけメモリーがプラスされるんですね。どんどん出せば出す、ね、はい、だから例えばね、サードアラタがね3枚配置されている状態でディアブロムを出すと、うん、トークンがまあ3体湧いてくると。そうすると進化コスト3払ったのに、なぜかまたメモリーがプラス3されて、そう 1コストも使わずにディアブロムが出たら使いになるんですね、うん、はい。で当然その効果は重複しますので、同じようにディアブロムの下にそのクリサリモンがあったら、ね、2枚存在してたらね、まあ、2箇所か。2箇所存在したら、その分だけね、リアルトークン1体出すためにメモリーがプラス2されていくよと、ね。とんでもないくらいメモリーを稼ぎ出すことができるんですね。はい。で、なので、デッキを動かす上で重要なカードです。うん、大事大事、うん、はい。で、次に横にいるクリサリモンですね。あちらが、まあ、存在さっき書いてるクラシックコレクションのね、クリサリモンですが、あ、それその前ですね。はい。で、そっちの元からいるね、クリサリモンで4枚目なんですね。そちらが、ね、まず、進化時効果で場にサナタアバタがいなければコストを払わず配置できると、うん、はい、コスト節約になりますね。さらにそれが進化元効果にいるときに、まあ、ディアボロムは速攻を得ますよと、うん、はい、もう出したのに攻撃を開始する。その通り。で、とても攻撃的な能力を持っていますね、はい。そしてクラシックコレクションの方が、ね、先ほどね動画でもフィニッシャーになりましたけども、うん、あのカードはですね、1ターンに1度自分の場の、ね、その進化の、ね、てっぺんのカードと同盟カードが消滅したとき、1ターンにしたときアクティブになる、うん、で攻撃しようとディアボロモンがもう一度起き上がることができる、うん、トークンがやられてしまった場合は、うん、そのトークンの、ね、消滅を利用して、ね、起き上がることもできるんですね、はい。で、そうですね、それがね、あの進化元のレベル4ですね。で、インフェルモンの方が先ほどちょっと大体言ってくれましたけど、まあ、補足するならば、うん、ね、その真ん中の4枚入ってるやつ、うん、赤い柄のね、インフェルモン、それはね、うん、ケラモンからいきなり進化できるんですね、うん、これはあの映画を実は踏襲してるんですけどね、そう、映画ではね、実はあのクリサリモン出てきてないんですよ、最初は。あー、見たことないの、うん、最初に出てきたね、あの時はいきなりケラモンからインフェルモンになったんですよ。そうでね、あの太一と幸四郎が相手したんですけども、ね、大丈夫、成熟期になっただけですって言ってたんですけど、実は完全体でしたっていうね、はい。このケラモンからね、インフェルモンになるっていう、このワープ進化するっていうね、うん、ものを実はちょっと再現してるのがこのインフェルモン。そうですね。コストはその分ちょっとね、多めに払うんですけど、そうそうそう、でもね、クリサリモンがいなくても、ね、あの、そう、動けるよと。コスト4で進化できます。はい。ね、かなり動きやすいですね、そういった理由ね。はい。で、クラシックロシのインフェルモンね、先ほど、そのね、インフェルモンのおかげで、さっきのね、パワーの課題がだいぶ解決されましたね。うん、その、インフェルモン、とっても嫌なんですって、いるだけで。そう、ね、はい。相手にとってはとてつもなく厄介なカードですね、うん、はい。進化元効果が互いのターン、自分と同じで、ね、名称のデジモンは全て、ね、うん、プラス2000のパワーを得る。やった。これもちろん自分も上がるんですけど、うん、トークンも上がるんですよね。やったね。はい、だからトークンが3000というパワーが弱すぎたんですけど、うん、それが、ね、うん、プラス2000差で5000。もし、そのインフェルモンを素材にしたディアボロモンがもう1体いれば7000と。うん、なんとあのメカノリモンを乗り越えて攻撃してくる。その通りだ。とても恐ろしい布陣を作ることができる。強い。はい。さらにね、そのインフェルモンを場にいるときね、1ターンにとね、相手がレベル5以上のデジモンに進化すると、メモリープラス1を余計に与える。だから相手が3コストで3コストで進化したら、ね、なんと、ね、イノイチコスト余計に払うので、相手は攻撃できないと。やったね。いうね、動きを若干縛るようなこともできるんですね。はい。だからとてもね、厄介なインフェルモンですね。うん、はい。で、次のディアボロモンはブロッカーをね、ディアボロモンに付与すると、うん。あとセキュリティからめくれると、ディアボロモントークンを出すなんていう能力もその中にあります。うん、こうおすすめ、ね、はい、ね。結構ね、その呪いのディアボロモンがね、場にたくさんいると、まあ、つまり、もう既にいるときにめくると、ね、うん、ブロッカー1体増えますよってことになりますから。うん、でそれでもかなり強いですね。うん、でそんな隣はね、それはどちらかトークンがちょっと足んないときなんかに、ね、補足するね、はい、進化するとディアボロモンを出すよと。ね、おすすめはね、やっぱ、から進化させればね、速攻を持たせて、うん、さらに出せるから、うん、そうですね、まあ、おすすめです、はい、かなりね、連続攻撃は非常にしやすくなりますね、でさっきのね、あのメモリープラス1クリサリモンなんかもいると、うん、当然トークン余計に出ますから、ね、さらにメモリーも回復していくと、おすすめです、はい。で、まあ、フィニッシャーに近いかもしれませんね。そのディアボロモンですね、4枚入ってますけども、ね、先ほどあったようにね、ディアボロモンの名前、ね、1枚につきセキュリティプラス1、
ね、自分1人でもプラス2枚割り、トークン1体で3枚割りと、トークンが3枚いると5枚割りです、ね、だから新たがね単純に3枚配置してる段階でね、ディアボロモンに進化するだけで、うん、セキュリティ5っていうエネジモンが出てきます、うん、驚異的ですね、それだけで、ね、ブロックがなければ一撃で、ね、相手のセキュリティ全部割っちゃいますの で非常に恐ろしいというようなんですね、はい、で、最後の、ね、フィニッシャーとして今用意しているのがアーマゲオンですか、うん、これ1枚だけ、はい、まあ、はい、そうですね、1枚か2枚かだといいと思うんですけど、うんうん、それね、どうやって出すかっていうと、まあ、普通にもちろん進化してもいいんですけど、うん、はい、白か黒のデジモンでしたっけね、確かね。そうです。はい。から3コスト払って進化するっていうね、普通の進化コストを持っているんですが、そいつはね、かなり特殊な出し方もできます。手札にあるそのカードを登場させるときにね、自分の場のディアゴロモン1体を消滅させることで、ね、登場コストをマイナス10にしていいよと。うん、まあ、要するに3コストで登場していいよってことですね。そのとおり。はい。で、能力を速攻持ってますね。出したターンに攻撃可能です。お互いのターン、このレベル7のデジモンすべては進化時効果を発揮しない。そうですね。はい。ね、まあ、なんでそんな効果ついてるかって、それも実はちょっと原作をね、あの見てるんですよね。その通り。オメガモンのね、はい、能力を封じてね。はい。オメガモンにね、その最初にね、映画で出た時にね、どうやってやられたかっていうとね、オメガモンが出てきたら、ね、ガルルキャノンの周りに撃たれて、ね、ディアボロモントークがみんな一斉に完全破壊されたんですよね。ってことがありましたので、ね。でオメガモンのその効果ってカードゲーム上ではね、進化時効果なんですよね、うん、でオメガモンは進化時に相手デジモン1体を破壊し、そのデジモンと同じ名前のカードは全て破壊する。そだからディアゴロモンを破壊されるとディアゴロモントークンはみんな破壊されるんですよね。そのとおり、はい、なんですけどアーマゲモンが場にいるとそのねオメガモンのレベル7のデジモンの、ね、進化時効果も使えませんよということができますので、ね、その分封じてるよということになりますね。でもそのアーマゲモンの一番強いところはですね、本人が速攻するのも1万5000っていうパワーも強いんですが、うん、何が厄介ってですね、それトークンを、ね、消滅させてバインドることができるんですよね、うん、当然ね、ディアゴロモンを消滅なのでトークンを消滅させてバインドすることができます。そうすると何が起こるかっていうと、ね、要するに攻撃し終わったトークンを、ね、コストにすると、その通り2回分のね、トークン1枚で2回分の攻撃を記入することができると。だけだったらまだいいんですけど、うん、さっきのクラシックコレクションの、ね、クリサリフォンがもしディアボロモンの下に入ってたりすると、ね、コストで消滅させた、ね、クリサリフォンのディアボロモンの、ね、うん、に反応して、そのクリサリフォンが、ね、ディアボロモン1枚起こすことができる、起こす、はい、余計攻撃回数も上がると。上がるっちゃう、ね、だからその辺はね、アーマゲモンを使って、ね、本来でしたらコストでしか払わないような動きなんですけど、うん、ね、プラスね、自分のディアボロモンを、ね、起こす能力もそこにコンボに組み込むこともできると、ね、だからかなり考えられてる、ね、動きなんですね、そのやつはね、はい、その連続攻撃にさらされるとかなりまずいですね、うん、特にアーマゲモンは想定外の、ね、アタッカーとして飛んできますから、はい、で、サナダアナタがですね、メモリーを増やす能力もあるんですけれども、うん、はい、自分の、ね、トラッシュにちょっとね、あの種族不明カードがあるっていう条件があるんですけど、うん、まあこの辺はですね、どうやって満たすかっていうと、まあ相手がセキュリティを割ってくれたら多分それで満たしますし、もし相手が一切触ってこなくても、うん、まあ適当なキャラモンでね、一発こうセキュリティをね、相手のセキュリティを破壊すると、うん、まあ、多分やられるんで、そうと、はい、そうすると条件満たしちゃうんですね。そうと、はい、まあ、なんかでスイッチ入れてあげればいいかなと思いますね、うん、はい、で、アルティメットフレイヤーがね、入ってますけど、まあ、これは確かにね、今、強いデッキは、大体そのアルティメットフレイヤーが効かないデッキの方が珍しいかもしれませんね。その通り。はい、大体レベル3並べるとか、進化を重ねるとか、どっちに転んでも、ね、とても強い動きをするんで、ね、うん、私にそれがめくれたりすると、相手の攻撃はまず止まりますからね、間違いなく、ね。かなり厄介な動きができます。はい。ね、なのでね、ディアボロモンのデッキはね、これまで結構守りのね、攻めのきつい動きが要求されてたんですけど、ね、クラシックコレクションのおかげで攻めるにしても守るにしても強くなりましたね。ちなみにそのアルティメットフレアっていうのはアーマゲモンの必殺技の名前ですよね。その通り、アーマゲモンの必殺技でございます、はい、だから、ね、イラスト的にも合ってますよと、ね、いうことになりますね。でもこれ汎用なんだね。汎用です、黒の汎用です。黒の汎用かな。これはクラシックではないですね。ではないですね。はい、ではないですね。5段のカードですね。しかも光ってないから、うん、それ小物です。割と下手するとスルーしちゃう。はい、20円で売ってます。すごく強いんです。ブロッコルカに入ってる。はい、まあ、いかんせんコスト8と重いんですが、まあ、ガイアコースみたいな形ですね。とっても強いけど、
なかなかタイミングが難しい。ガイアフォースよりエグいかも。セキュリティでちゃんと効果出ちゃうから、ね。出ますね。出ます、はい、うん。そうですね。ガイアフォースよりエグいぞ、これ。まあ確かに。レベル3全部、退化させた上で、3枚退化させた上でレベル3を全部除去するだから。うんうん、アグロに効くね、うん。そうですね。はい。じゃあね、その他にね、実はちょっとおすすめのカードがね、ありますので。ああ、これ爪もここも紹介しておこう。ああ、それパワーがあれ、さっき言ったパワーに課題がありますので、そう。ね、爪もはそっちの方がいいかなっていう、ね。そうそう、ワンドローする爪もじゃなくて、うん、こっちの爪もを4枚だけ、固定で。あとね、よくディアボロモのデッキで使われるのは、はい、カタストロフィーカノンとかね、はい、これもですね、今新しいね、このディアボロモのデッキではね、昔から強かったんですけども、今はね、結構さらに使い方良くなりましたね。昔からね、結構出しても、ほら、あのクリサリモンがね、下にいると、ね、コストが1個ね、軽くなったりとか、4コストで書いてありますけどね、あのクリサリモンが下にいたら3コストで打てるとかね。そうそう。そんなことになりますし、まあ相手をね、退化させて動きを封じね、ちょっと緩めるとかね。はい。ってこともね、全然できますので。で、トークン生み出せますのでね。普通にこう、セキュリティの数を増やしたりとか。そうそう。で、これで出したトークンを、ね、コストで使って、いきなりね、アタックできなかったトークンが突然ね、青マゲモなんてことで打ったらアタック可能になるとかね。その通り。はい。そんな動きもね、ありますね。はい。強い。そう、あとはそうですね、今のご時世だと、まあ、もしかしたらね、こういうのも本当はあってもいいかもしれませんね。うん、はい、いかんせんですね、新たがもし来ないとですね、これコストが、メモリーがね、なかなか稼ぎ出すのも結構難しいので、結局さっきのクリサでもね、デッキが分回って、トークンがたくさん出てきたら、メモリーが回復するっていう動きになりますので。これ全部黒だったらしい。そう。これがですね、めくって、全部黒だと、メモリープラス1です。だからね、この辺のディアボロモンが、アーマゲモンもそうだけど、白だから。そう。ちょっと、ね。そうなんですよね。作るときついものあるんですけどね。ところがですね、ディアボロモンってびっくりなことに、1枚だけ黒いんですよ。ディアボロモン。種類だけね。そう。意外とね、これなんです。まあね、ご存知の方も多いと思いますけど、ディアボロモンってなぜか、一応ね、プロモのディアボロモンだけ黒いんです。その通り。ね、だから、黒いってところを利用するとね、実は他の動きもね、少しね、可能になってきます。はい、せっかくで、ディアボロも黒いので、黒いということはですね、あれを進化コストにできるっていうカードも中にあるわけなんですよ。はい、例えば、ね、ディアボロモンじゃどうやってもね、突破できないすごい強固なデジモンが相手にあると。はい、でもそんなものは、はい。ミレニアモンですね、はい。ミレニアモンを使うとですね、黒いディアボロモンの上になら乗っけることができます。はい。だからね、これでちょっと除去力がもし足んなければ、この辺で後押し、なんていう方法もあるかもしれませんね。はい。ね、というね、とてもね、楽しい、まあ、ボスデッキですね。はい。ボスのデッキなんですけどってね。確かに、まあ、回せば回すほどね、ちょっとボスっぽい動きもできますので、うん、はい。楽しいと思います。楽しいね。